あ、閉まった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 。みなさんこんにちは、あいりです。今日はですね、恒例になりつつある雑談メイクをやっていこうかなと思います。はい、と言いましてもこれも恒例なんですが、雑談とメイクが一緒にならない、もう雑談のみメイクのみっていう感じで、もうダラダラと続いていきますけれども、よかったらご覧ください。それではスタート。はい、今日はですね、先日購入したあのコスメのレビューとか、ご質問が多かった寝かしつけのお話とかもしていこうかなと思ってます。あとですね、あの花粉で鼻と喉の調子がだいぶ良くなったんですけど、ちょっとあのこれで聞きづらいところがあるかもしれませんが、ご了承いただけると嬉しいです。ということでメイクしていきましょう。まずはですね、日焼け止め使います。資生堂のアーバントリプルビューティーサンケアエマルジョン使います。メルちゃんもメイク始めようかなって準備してたら、もうポンと飛び乗って余裕ですから、うん、今年はねこの日焼け止めかなりお世話になりました。あのサラッとしてるんですよ。なので伸びが良くてのせやすいですね。さらにあの SPF50 プラスの PA4 プラスでしっかり日焼け止め効果もあり、なんかね、私ちょっとうまく説明ができないんですけど、紫外線を浴びた時に肌にいい成分に変わるみたいな、そうみたいな、そう、私ちょっとうまく説明できないんですけど、公式サイトをご覧いただけると分かるんですけど、紫外線までもいい成分に変えちゃおうみたいな最先端テクノロジーを搭載された日焼け止めなんですよ。何言ってるのって感じですよね。私もねこれ知った時はピーってなった、頭の中が。そうなんですけど、この資生堂さんはね本当にどの商品も最先端テクノロジー搭載なんですよ。それもあってね、私ちょっとこれ使い続けてるんですよ最近。次はこちら、マリリンがプロデュースしているビムビューティーのエフェクトライクフィニッシュファンデーションキット。これはライトベージュっていうカラー名になってるんですけど、今ねちょっと変わりましたね名前がね。これもね SPF50 プラスの PA が3プラスでしっかり日焼け止め効果はあるんですけど、薄めにのせるのが好きなので日焼け止めを先にのせました。使います。これもねすごくナチュラルでありながらも肌を綺麗に見せてくれるので、すごくね優秀なクッションファンデーションだなと思います。このねパフもすごく考えられてる、形状もこの細かいところのせやすいし、すごいですね。あ、しまった閉まった閉まった閉まった。マリリンのこれ使うの忘れた。キープコンフィデンスプライマー、うわー乗せちゃったな。これ乗せるとね、あの毛穴の凹凸が滑らかになって、さらにね肌が綺麗に見えるので、あ、乗せたかった。で次はコンシャー、ちょっと跳ねてるわ、すみません、ちょっとこの風になびいた感じでちょっとお届けするんですけど、すみません。次なんだ、あ、そう、シンボルシミですね。シンボルシミはマーシュフィールドの前にも動画で紹介しているこのクリームファンデを使います。はい、乗せますね。ちょっと周りをぼかします。こんな感じで、もういい加減これ取りに行きたいよね。美容皮膚科に行こうかな、どうしようかなってすごい悩んでるんですよね。この工程があの時短にならないから、でもこれがあるから私なのかもしれないし、どうしよう、ちょっと取りに行こうかな、悩む。で次パウダーなんですけど、最近購入したこれ、コスメデコルテの AQ オーラリフレクター01番を購入したので今日使おうかなと思います。中はこんな感じになっていて、こんな感じで、もう芸術ですねこれね。これはですね01番です。透明感が出そうなカラーで、パープルだったりピンク、水色、あと白とかが混ざった、でもピンクだけじゃないな、ちょっとこうなんか、ピンクはピンクでも青みのあるピンクとちょっと黄みのあるピンク混ざってる感じ。そしてなんかねちょっとびっくりなんですけど、2つついてて、1つはパフ、もう一つがブラシがついてる。すごい。ちょっとこちらを乗せていきたいと思います。あ、一はけで、なんて言ったらいいんですかね、まだパッと乗せただけなので、ちょっと本当に私の個人的な意見なんですけど、これを乗せる前はツヤ感があったんですけど、さっと乗せるだけでツヤツヤしてたのがパッと収まって、なんかマットになったかなと思いきや、ちゃんとねこうツヤ感があるの。これもまた元々の肌が綺麗でしたよって言ってくれそうなパウダーな気がする。
前にあった AQ ミリオリティのパウダーはルースパウダーだったので、ちょっと持ち運ぶにもちょっと大きめだったんですけど、これはねフレストパウダーなので持ち運びにいいなと思います。今は乗せただけだから、その時の感覚しかないんですけど、時間を置いた後にどうなるかですよね。ちょっと楽しみですこれ。はい、次は今日アイシャドウからのせます。先日ドラッグストアで購入したセザンヌのベージュトーンアイシャドウ03番です。このシリーズ本当に優秀だなと思ってて、肌なじみがすごくいいんですよ。そう、最近ねなんかベージュブラウンアイシャドウにハマってて、なので余計にこうマッチしてるのかも、私の好みと。それで03番もすごく良かったので今日こちら使いますね。最近またブラシを使ってのせてます。これ明るいカラーをのせます。これを眉の下あたりまでさらっとのせます。目尻側は広めにのせてます。雑談でも何でもないただのメイク動画。次はこれですね、際からアイホールあたりまで、内側の目の際からはい、ここでちょっとビューラーします。あ、そう、私寝かしつけの話がしたかったんですよ。質問コーナーの動画を出した時に寝かしつけのご質問本当にたくさんいただきありがとうございます。それでですね、私コクンと一緒に実は撮影したんですけど、撮り終えてみて分かったのが、やってたことってたった2つだけだったんですよ。その2つのことをね、まあダラ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 コクンと一緒に話してて、1本の動画にするにはちょっとなんか皆さんに申し訳ないなと思っちゃって、なのでちょっとここでこの2つを紹介しようかなと思います。ポポちゃんが生まれてから必ず私が実践していた2つのことは、1つは夕方ぐらいから部屋を暗くしていたことです。ポポちゃんはね朝とか夜とか生まれたばかりだとわからないから、今から夜だよっていうのを分かってもらうために夕方ぐらいからリビングの電気はもうつけてなかったです。なのでもう暗い中でね生活してました我が家。あともう1つは2ヶ月目からは湯船に一緒に入ってたんですけど、お風呂出た後ちょっと冷ますことですね。体がほてったままだと眠りづらいみたいで、体に保湿クリームを塗ったりとか、沐浴の時は耳のねお水を綿棒で取ったりとか、おへそを消毒したりとか、生まれたばかりの時はいろいろやることがあって、お風呂出た後になので、ちょっとこれで湯冷ましさせるっていうのかな、ほてった体を冷まして寝室に連れていくみたいなのをやっていました。本当にこの2つだけなんですよ。私視聴者様からいただいた本があって、それがねこちら、医者が教える赤ちゃん快眠メソッドっていう本なんですけど、わかりやすいように付箋もつけてくださってありがとうございます。これを私は妊娠中にずっと読んでいました。ポポちゃんが生まれた後はやっぱり初めてで、これを読んでもわからない部分とかもあって、ネットもいっぱい検索しましたし、当てはまらないこともありました。でも今ポポちゃんが寝るようになって、最近ねちょっと読み返したんですけど、あ、それってこういうことだったんだって後でわかることもありましたね。要約すると、夕方から部屋を暗くしたっていうことと、あとはお風呂から出た後にすぐにこうパジャマを着せるんじゃなくって、冷ましてからパジャマを着せるっていうのをやっていました。ダラダラ話してるコクンとの寝かしつけの動画、もしご希望であればサブちゃんが何かにあげるかもしれないです。はい、本当にダラダラ話してるんですけど、その子の性格とか環境とかありますからね、必ずしもこうですよと私も言いづらくて、なかなか動画撮るの難しいなと思いました。ちょっとここでですね、マスカラ下地のせようかなと思います。ヒロインメイクのカールキープマスカラベースウォータープルーフ01番。これね、カールキープ力がすごいです。お見せできるかしら。キャンメイクのマスカラ下地よりもカールキープ力がしっかりあります。オイオフだからだと思うんですけど、こんな感じですごいの、カールキープ力が。そう、ただウォータープルーフでオイオフじゃないんですよ。ちょっと試してみたんですけど、だいたいこうウォータープルーフってオイルクレンジングでも落ちやすかったりすると思うんですけど、これねオイルクレンジングでも割と落ちない印象です。しっかりやっぱり目元専用クレンジングで落とさないと落としづらいぐらい本当にカールキープ力があります。今日はもうまつげ絶対に落ちたくないっていう日に使うにはおすすめです。で、ちょっとここで、今日なんかいろいろバラバラなんですけど、チークいっちゃおっと。最近やっぱりずっと気に入って使ってるのがあって、キャンメイクのグロフルルチークス16番。いい加減これ以外紹介しないよってぐらい私これ紹介してるかもしれないんですけど、これ好きでね、そこ見えてきてるもんね。肌のカラーも綺麗に見せてくれるし、でも馴染みもいいし、
すっごく好きなんですよ。せ方とか強さとかでも全然もうカラーの雰囲気が変わるので、アイシャドウに合わせて濃くしたりとか薄くしたりとかして、結局こればっかりいつも使ってて、本当に高い位置にさらっと、うん、あ、しまった、忘れてた、これここなんかもうシャンプーわけわかんなくなってきちゃった。ちょっともうこれほとんどないです。ないんですけど、使う。ごめんなさい、ちょっとチークのね、本当は前にやりたかった。まあこれはね、意味あるのっていうぐらいのシェーディング具合ですけど。調子がいいからここも乗せちゃおう。変わらない。それでは、ちょっとアイライナー入れよう。アイライナーは、これ使います。別に私、キングダムって言ってたんですけど、発音がキングダムだと思ってましたっていうコメントいただきました。ありがとうございます。キングダムですかね？間違えたらごめんなさい。キングダムでいいですかね？キングダム、リキッドアイライナー、ウォータープルーフ、ブラウンを使います。そう、もう私なんか、いろんなイントネーション間違えてるみたい。ね、もはやもう名古屋弁とかうんぬん関係なくて、アイリイントネーションがあるみたい。コクンと話してるとね、それおかしくないってすごい言われるんですよね。だから私、勝手に作っちゃってるみたい、イントネーション。例えばこのアイライナー描きやすいです。色味も薄すぎず濃すぎず使いやすい色味で、ただ一つだけ私ね、ちょっとだけ気になるのが羽だと思うんですけど、ちょっと見てみようかな。いつも使ってる K パレットのアイライナーと比べて筆の長さがちょっと短いの、キングダムは。だからちょっと感覚が変わるんですよね。この辺からこの位置いけたのに短いから長めに行かなきゃみたいな、何言ってんの私。でも描きやすいし落ちづらいと思います。今まで K パレット一択でしたけど、でも最近は外に目を向けるといいものに出会えるんだなって思いました。なんかちょっと深いですけど。そしてセザンヌのベージュトーンアイシャドウに戻って、先が細い筆ですね、赤いカラーを取ります。でさっき描いたアイライナーの線をぼかすようになじませていきます。はい、こんな感じでもう目元は完成したので、次、あ、眉毛、眉毛、アイブロウはいつものですね、ダイソーのユーアグラムのスリムスケッチアイブロウペンシル BR4 番です。眉毛ポンじゃないのみたいなね、ポンってやるんじゃないのみたいなね、お声が聞こえてきそうなんですけど、まだ使いこなせてないの私。そう、なんか1分メイクをね、見てくださっている方がね、普通にこうメイクしている動画にコメントくださって、眉毛ちゃんと描けるんだっていうね、眉毛ちゃんと描けるんだっていうね、一応眉毛ね、描こうと思えば描けますけども、まあ、今でも上手じゃないんですけど、かなり勉強しました。じゃあ次、こちらセザンヌのノーズ&アイブロウパウダー04番モーブブラウン。セザンヌのね、眉毛アイテムすっすごく優秀で使うことが多くなってきました。いや、カラーが絶妙にいいんですよこれ。あ、ちなみにね、私ね、このブラシだけちょっと違うの使ってます。これね、フーミーのアイブロウブラシを拝借しまして、よく使うセザンヌのところに入れて使ってます。少しね、ブラシのこの先が太い方が私乗せやすいんですよね。眉頭の高さを合わせながらふんわり。次がアイブロウマスカラなんですけど、セザンヌの極細アイブロウマスカラ C1 ピンクブラウン。先日私リップスの記事で、ね、このセザンヌのこのアイブロウマスカラを紹介してるんですけど、そこでもね大絶賛してるんですけど、このカラーがすっごく使いやすくて、そう、早く使えてね、うん、使う。一見明るくなりそうな気がするんですけど、そんなことないんですよ。すごく馴染みます。馴染んで、さらにこれをのせることで一気にね、垢抜けしますね。ほら、もう分かりますよ、これ垢抜けてる。こっち、これがどうしてももう明るいっていう方は、もう一個これより暗いカラーがあるんですよ。なのでそちらの方がいいかもしれないですね。でさらにね、この細いからのせやすい、のせやすい、こんな感じで。ちょっとこれをのせるだけでね、どうです、髪の毛は割と私今回暗くしたんですけど、パッと明るくなりません？垢抜ける感じが、もうこの羽の時点で垢抜けてないかもしれないんですけど、パッと垢抜けた感じがするの。そしてリップです。リップね、最近気に入っているリップこちらです。エレガンスのブリリアントルージュビジュ08番です。秋冬が近づいてきたので、濃いめのカラー最近のせることが多いんですけど、これもすごくいいカラーでした。ちょっとローズカラーっていうんですかね、ローズなんですけど、ちょっとベージュも入ってるのですごく馴染みがいいです。
すごく顔が引き締まりましたね、これでね。はい、私マスカラ忘れてる。もうでも下地乗せただけでもう完成したと思っちゃった。それぐらいね、なんかね、すごくナチュラルで綺麗に上がってるんですよ。そう、マスカラ、マスカラ。ちょっとマスカラ聞いてくださる？ね、この前、ドラッグストアで購入したのが、ヒロインメイクとか、デジャブと、Kパレットを買ってるんですけど、マスカラ下地にヒロインメイクのウォータープルーフを使うならやっぱりこれがいいですね、これ。でもオイオフじゃない。あと仕上がりも結構しっかりボリューム欲しい。長さも欲しいっていう方だったらやっぱりこれなんですよね。でもナチュラルに仕上げたいっていう方だったらもうこのマスカラ下地だけでもいいと思います。オイオフってなると、ちょっと時間が欲しい。正直に言うと、Kパレットのブラシが微妙にこう角度つけてるのが乗せやすいって書いてあったんですけど、確かに角度は乗せやすかったんですけど、ブラシが若干私好みではなかったです。乗せてみた感じもそんなにこう乗ってる感じがしなくて、もっと乗せたいんだけどあんまり乗らない感じがあったので、ちょっとこれ私好みではなかったかな。デジャブに限ってはもっと太かった。上のまつげに乗せるにはいいんですけど、下まつげにはちょっと乗せづらかったっていうのもあって、何回か使ってみたもののやっぱりちょっと好みと合わなくて、結局このヒロインメイクのマスカラ下地を使うんだったらこれがいいんですよね、私。これもね、割と太いんですけど、この前買った中だとこれ。で、こちら、細いこの極細のマスカラですね、ヒロインメイクの。マイクロマスカラアドバンストフィルムですね。これはお湯オフなんですよ。すごく乗せやすいんですけど、割とこうしっかりボリューム出したいっていう方には物足りないかもしれない。下まつげはすごく乗せやすいです。ちょっと下まつげ今乗せてみますね。思ったより出ないんです、長さも太さも。だから、本当にナチュラルな方がいいかもしれない。あとこれ、お湯オフなので、これを下まつげに乗せた日は、ちょっと黒くなる印象です。下まぶたが。すごくナチュラルで綺麗には乗るので、自然なまつげを作りたいっていう方にはこれすごくいいかもしれない。今日ちょっと上のまぶたにはボリュームアップマスカラ使います。先ほど乗せたマスカラ下地の上に乗せるとさらにこうボリュームアップしてくれて長さも出してくれるので、これお好みによるかもしれないです。私昔からね、本当にしっかりまつげを主張したいっていうタイプなので、そういう方には抜群にボリュームが出るマスカラだなと思います。どうでしょう、しっかりボリューム出てますよね。ボリュームも長さも出てるので、しっかりボリュームを出したい、そしてウォータープルーフがいいっていう方はこれがすごくいいなと思いました。では最後、ちょっとツヤ話題になっているこちらを使いたいと思います。クレドポーボーテのルレオスールデクラ17番です。こちらですね。これね、前出ていたタイプからリニューアルされたんですよね、今回。正直言うと、前のタイプだと、ちょっと使いこなせなくて、ギラギラ感が出ちゃってたんですけど、今回のすっごくいいなと思いました。キラキラがとっても繊細で、ナチュラルに綺麗なツヤが作れるので、これすごくいいなと思います。21番とこの17番購入してるんですけど、私使ってみて17番の方が好きかな。もう、ちょっとでいいの。ちょっとわかりづらいですかね。ギラギラテカテカっていうのではなくて、発光するようなツヤ感なんですよね。これさすがですね。もうさすが高いだけあるなと思いました。で、あとはですね、この顎とおでこでちょっとだけこう指にとって鼻もパッと乗せます。これをまとった瞬間にこう肌の質感がさらにこうグレードアップされたような感じのこうツヤ感を出してくれるんですよね。いいツヤ、いいツヤだと思います。ということで、ちょっと長々話してしまいましたけど、メイク完成です。はい、ということでヘアセットしてきました。今日はなんか内巻きの気分だったので内巻きにしてみました。はい、ということで今日もなんか、まあ、なんだかんだずっとコスメのレビューしてたかなと思うんですけども、一緒にねメイクしているような感覚で楽しんでいただけたら嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。はい、内巻きと外巻きどっちがいいですかね、私ね。ちょっと教えてください、皆さん。アドバイスください。はい。